どうも、山岩織です。通称マヨです。ペンディングトレイン第2話を見たので、それに関して話していきます。ペンディングトレイン第2話に関しては、ブログでも記事にしております。概要欄、ブログ記事をご覧いただけたら幸いです。箇所書きとかにして、ポイントなども整理してまとめてお届けしております。そんなわけでございましてね、今回は第2話ということで、なんといっても、杉本哲太さんの開演というかね、まあ、田中ですよね。泳げたい焼きくんを歌っておりましたね。あの歌ってるのが、まあ、不気味っていうことで、それでバシしてね、自ら抜歯したんですよね。もう自分で歯を抜いたってことで、口から血を流してるのは、あれは迫真の演技だったなと思いましたね。どっか不気味なんですよね。その不気味さがいい味わいが出てるなっていうのもありましたし、狂気性みたいのでね。それで水泥棒っていう悪事も働いたっていうことで、決してこのまともな人間ではないな、それがこのね、平常時ではない世界に紛れ込んだんだなっていうところがね、物語をかき乱していく要因として今後活躍していくような気がしております。あと気になったのはネイビーストの女の子ですね。それと大地ですよね。今回ね、ちょっとバッテリー電気泥棒をネイビーストの女の子がしててね、揉めておりましたね。ネイビーストの子がね、あれが我が強いということで、いろいろと SNS でもね、意見が出てるなということになってますね。やっぱなんか思うところがあったんですかね。なんかおかないなっていうことですよね。ガンガン物申していく感じですからね。今回の一連の騒動の中でも停滞感があるときに、みんなが言いたくても言えないこととかズバズバ言って、それなんか進展していくことにいくらか貢献していくのではないのかなと思いました。まあ、あとはね、書き乱し要因だとシステムエンジニアをやられてる立花さんがブチ切れてましたね。うるせえんだよってね。まあ、そんな巻き舌な感じでブチ切れておりました。1話ではマッチングアプリをやっていて、年上が好きという男の子をマッチしようと画策されてもおりましたんでね。なんか、しょい込んでるんだな、彼女はと思っております。それがもうこういう状況になっちゃって、まあね、あれだけブチ切れてるんだなっていうことはね、立花さん強く生きてくださいということを心から願っております。そんなわけでございまして、まあ、考察要素でございますよね。やはり、大地が少し怪しいなということを思っています。それはなぜかというと、大地は回想シーンがないということがね、これが少し引っかかるなということで、大地になぜかそういう過去を説明するシーンがないのか、もしかすると何かしら過去にやっていたんじゃないかと考えると、まあ、一連の北千住殺人事件ですよね。それに関わってる犯人ではないかと疑う声もね、ふつふつと上がっているような、そんな印象でもございます。第一の場合には、スマホのケースにもゲームオーバーって書かれたものを貼っているので、何なのかということですよね。ゲームオーバーってのは不吉な予感もするなということです。あとは気になるところは、大学院生の加藤とその第一は、同じスマホゲームをやられてるんですね。タートルネック999ですかね、39なのか、まあ、なんて読むかは、定かではございませんけども、割とね、スマホゲームだとメッセージのやり取りできるゲームもあるんでね、こういうこともね、あ、なるほど、加藤と大地は同じゲームをやってんだなっていうことが、後々になって聞いてくることにもなるかもしれませんのでね、一応覚えておこうと思います。電波はないですけどね、電波はないですけども、やたらとスマホゲームが出てくるのも、これも気になってはおりますね。というのも、今回、第2話のラストシーンで、田中の頭上に何かしらのものが落ちた。それを拾い上げると、ペットボトルのキャップであった。というシーンが描写されておりました。上を見上げると、オーロラのようなものが浮かんでいました。あれが時空の裂け目として、ワープに重要な関係があるとも考えます。そして、このペットボトルのキャップに関しては、第1話を見ると、田中が落としたペットボトルのキャップを、ユートが拾おうとしたけども、目の前でいきなり消えたんですよね、このキャップ。おそらくその時にキャップが先にワープしてて、それで電車のモブの中の男性一人も乗客の中にいたんですけども、その男性も先に消えてるんですよね。みんなが一斉にワープしたんじゃなくって、キャップとその男性一人が先にワープしていた。これは何を意味するのか。おそらくその先にワープした男性がどこかしらで登場する伏線が張られていたんだなというのが第1話にあったわけですね。じゃあ、どこで登場するのかと考えると、もう一両の車両の存在も気になりますよね。5号車が68名、6号車が64名が乗車していたということがね、まあ報道とかであったんですよね。1話で駅員の小森が5号車、5号車とつぶやきながら入ってきて、ここ何号車だっけと分かりやすくつぶやいていたのが、本当にあそこが、ね、みんなが乗ってるのが5号車なのかどうなのか、6号車はいつ現れるのかっていうのは結構重要なポイントなのかなとも考えました。もう1両の車両には64人乗ってるというのも、
さすがにここから64人登場するんですかね。そこがだいぶ大人数になるなとは思うんで、おそらくもう一両の方はほとんど死亡してるとか、だから生存者が一人か二人ぐらい登場する展開っていうのもあるんじゃないのかなということを予想しましたね。まあもしくは本当に同じ時代に飛ばされたのかっていうのもね、怪しくもありますよね。別の時代に飛ばされたとか、そういうこともあるんじゃないのかなということも疑っております。何しろね、自動販売機の補充員の方が5号車に乗ってなかったのにワープされて見つかるという展開がすでにあるので、線路の部分にね、緑色の光る石が置いてあったので、ワープの真実というかね、どういうルールでワープするのかっていうのが今のところぼやかされてるのでね、それがなんか重要なのかなと考えております。いずれにしてもスマホがやったら登場してたんで、田中が見上げた時にあったオーロラのような裂け目というのは多分現代と通じてるのかなとも考えます。スマホは電波が通じないとは言われてますけども、裂け目がなんか大きくなるとかで電波がかろうじて通用するとか、連絡が行き交うことができるという展開になることも予想しております。何しろこの未来の世界、30年後の世界ですね。未来の世界は2026年完成予定だったブルームタワーと、あとスカイツリーが埋もれてる世界になっていました。地震などの自然災害なのか、もしくは核戦争などが考えられます。そのようなことからもドラマの軸としてあるのは、そういう悲観的な未来を変えていく展開に発展していくと考えました。最終回に近づくにつれて、このワープの真実にたどり着いて、それで未来の大災害を回避するために何かしら行動を起こして、未来は救われて安全な未来になるという、そのためにみんなが頑張る展開になるのかなとも思いました。平穏無事に過ごすことができる未来に変えたことで、1回目の冒頭部分で登場したサエが抱えていた赤ん坊も無事出産できるので、この子も無事に未来を迎えることができるという、そういう物語に発展していくとも思います。そこら辺がリンクしていくのかなとも考察しています。あと今回気になったのはね、直也が元の世界で皇帝で虹を見上げるサエを眺めていたと。つまりこのワープする前から二人にはまあいくらか接点があったのかなということをね考えましたね。直也がもしかしたら一方的にサエのことを見てたっていうだけかもしれませんけども、だからここら辺のつながりがあったことからも、サエが抱えてた赤ん坊というのはおそらく直也との子供なのかなとも思いましたね。そういうふうに過去にいろいろ出会いがあったんだなというのがね、後ほど聞いてくるような気もしております。まああとはね、SNS で結構ね、4日ぐらい経過してるのにヒゲが生えてないのはおかしいとツッコミがあるけども、まあ、毛の問題に関してはね、直也が美容師なので、物語も中盤頃になると直也がサエの髪を切るシーンが、多分あるんですよ。これを見てる多くの視聴者が、私もああいうイケメンに髪を切られたいっていうね、羨ましいみたいな、そういうシーンが盛り込まれるために、直也の美容師設定を活かしたいっていうのもあるのかなと予想しました。まあそんな風に未来を救うために何かしらみんなが活躍するんだなっていうことでですけども、全員が果たして無事に帰ることができるのかどうなのかっていうのも気になりますよね。オープニングではまあ杉本哲太さん演じる田中は映ってないじゃないかってことは、今後にね物語が進展していく上で田中がもしかしたら死亡するとか、そういう展開もあるのかもしれませんよね。もしかするとユウトが未来を救うために自己犠牲に走るとか、そういうちょっと切ない展開で、未来はサエと直也が向かう、二人で気づいていくみたいな、そんな展開もあるのかもしれません。どうもありがとうございました。